どうも皆さんこんにちはチャックバスです本日はですね私がお勧すすめするポイントサイトまとめ2020年8月版ということで解説で、ね、やっていきたいと思いますこの動画はですね2020年8月に撮影しているわけなんですけども 最近ですねポイントサイトがテレビでね紹介されることがちょこちょこありますよねマツコの知らない世界であったり「ノンストップ!」とかでもね、えー、紹介されていて最近ね始めたという方もいらっしゃると思いますまたねポイントサイトを利用して最終的にね,ね ANA マイルや JAL マイル貯めたいっていう方副業感覚でお小遣い活ぎをねしたい方もいらっしゃると思いますんでポイントサイト利用歴4年から5年ぐらいの私がですねおすすめするポイントサイトね紹介していきたいと思います まずですねポイントサイトの仕組みって皆さんね知っておりますかね、まあ、どうやってクレジットカードをね1枚経由しただけで5,000分から、ね、1万円分のポイントがもらえるのかっていうのをねこちらはポイントサイトポイントインカムの画像なんですけども非常に分かりやすいですよね。えまずねクレジットカード会社がポイントサイト側に広告費を支払いますよね。 そうするとポイントサイトに広告費が入りますよね。それをポイントサイト側がまあ、案件として出すわけですよね。それを私たち利用者が利用してポイントをもらうっていう形になっておりまして、構図としてはですね。広告費を受け取ったポイントサイトがですね。広告費の一部を私たちまあ、利用者に付与しているっていう形になってるんですよね。 こういう感じでポイントサイトの案件はね出ているっていう感じになるんですよね私の動画のチャンネルねずっとご覧いただいている方なら、まあ、すでにね知っている方多いと思うんですけども私のねお勧すすめしている ポイントサイトの一覧はこちらっていう感じになってるんですよね。ハピタス、チョビリッッポイイントトカム、EC ナビライフメディア、ゲットマネーということで、まあ、こちらのポイントサイトであればですね私が実際に利用して対応などもね見てきて親切にね対応してもらえたポイントサイトというふうになっておりますので安心してね利用することができます。また、ごく稀にですね、 このポイイントサイトサ様子がおかしいなみたいなねことも実際にポイントサイトを利用していると、まあ、今言ったポイントサイトではないんですけどもあります普通のね会社が運営しているっていうことですねポイントサイトっていうのは経営が傾くっていうことはまあ普通に考えてねゼロではない話ですよね。っていうので、まあ、そういう情報もですね私の動画の コミュニティ欄、まあ、ここら辺に載せておきますけどもそういうところでもね発信しておりますんでそちらもねチェックしてみてくださいこれもゼロではない話っていう感じでポイントサイトを利用していると、まあ、こういうこともありますので、まあ、その点はね覚えといていただけたらなというふうに思います。 まあ今、ね、ざざっとお勧めした、ね、ポイントサイトを話させていただいたんですけどもちょっとね中にはお勧めできないいポイイントサイトサっていうのがあります、まあね私一度動画で作ってしまったので、まあ、名前出させていただきましたけどもあくまで個人的レビューですね。 えー、ポイントサイトモッピーですねこちらは個人的にはですねお勧めしてないポイントサイトっていう風になっております特にねモッピーの方は多くのユーチューバーブロガーの方がですねすごいお勧すすめしているポイントサイトなんですけども私がねポイントサイトを利用して一番重要だと思ってるのは仮にクレジットカードをモッピーを経由してね 1> 1枚発行ししたとしますよねそのポイントがつかなかった場合ポイントサイトで「お問い合わせ」っていうねことをするわけなんですよね経由して発行したけどポイントがつきませんっていうのを、ね、メールで送るわけなんですけどもその時のね対応がですね今どうかわからないんですけども当時ですね本当に良くなかったんですよね、まあ、どういう内容で返ってきたかっていうと定型文が何回も同じ内容で返ってくる簡単に言うと取り合ってないみたいな感じなんですよね。 まあそううやっって受け取れるような文章だったんですよね。ですのでこういうね嫌な思いをするポイントサイトっていうのはやはり私も嫌ですしこの動画を見ていただいている方もですねちょっとおすすめできないですよね。という意味で個人的にはですねポイイントサイトサーはおおめしておりません。またね多くのねリクマイラ発信者っていう方はこの「モッピー」っていうのはすごいね 紹介しているわけなんですよね。まあ、これね。なぜ紹介しているのか、まあ、なぜお勧めしているのかっていうのはモッピー自体はですね。ポイントを ana マイル jal マイルにね。交換する特別レートを組んでいる。まあ、これがね理由なんじゃないかなっていうふうに思います。まあくまでね。私はお勧めしてないですけども、この動画を見られている方が、私はモッピー利用します。 まあもちろんいいと思いますし、まあ、それも間違ってることでもないと思いますし私がとやかく言うことではないと思いますんでそういういこととともありましたたたっっててことだだけけはねちょっと忘れなないいいでらうに思いますこういう対応が今後もうないかもしれないですしまたあるかもしれないっていうのは実際分かんないところなんでですけどもまあ私の動画を見ていただいてじゃあ ビックマイラー始めてみようみたいなね感じで思っていただいた時にですねこういう思いしてもらいたくないので一応こういう話をねさせていただきました。 ではねポイントサイトの紹介に入っていきたいと思いますま2020年8月現在でねここ最近最も利用させていただいているポイントサイト3つをね紹介していきたいと思いますまずねポイントサイトハピタスですね基本情報を出しておきますねポイントサイトハピタスは株式会社オズビジョンが運営しているポイントサイトっていう風になっておりまして2007年より運営されていて会員数が310万人 ポイント単価は1ポイント1円ということで非常にわかりやすすいですよね月間のポイント交換数は1月3万ポイントまでポイントの有効期限はほぼなしということで1 1年にに、ね、回ログインすすれば、OK、っってていう感じになっておりますポイントサイトハピタスに関してはですね皆さん YouTube の広告だったりとかテレビ CM とかでね見たことないですかね。 南海キャンディーズの山里亮太さんがね出ている CM なんですけどもポイントサイトで多分おそらくですけども唯一 CM を出しているのはこのポイントサイトハピタスだけなのではないのかなというふうに思いますしこの CM がね普通に打たれているっていうことでもやはりねちょっと信頼感がありますよね。 仮にショッピングサイトでね購入したにもかかわらずポイントが付与されないっていう場合があったとしますよね。そういうういいい場合ポイントを、ね、お買い物保証ということこで ポイント付与してくれるんですよねショッピング系がね利用することが多い方はですねこのハピタスっていうのはねかなりおすすめっていう風になっておりますポイント付与されないっていうことがね、えー、ありませんからねまたランク制度っていうものがありまして過去6ヶ月以内に広告利用に応じてね、えー、決まるんですけどもブロンズは0%シルバーは1%ゴールドは2%ということでシルバーに関しては1%ということで広告利用ポイント獲得 が5回もしくはポポイインントト獲得が2500これを6ヶ月以内に獲得するとシルバー会員っていう風になりますんでプラス1%はね翌月に付与されます。ゴールド会員の場合は2%ということで広告利用のポイント獲得が20回以上または獲得ポイントが1万ポイント以上でねゴールド会員になることができます。ででですすので過去6ヶ月にですね クレジットカード1枚とか発行していただいて1万ポイントねゲットすればゴールド会員っていうふうになりますんで1か月でね1万ポイント貯めれば翌月に200ポイントがね もらえるっってていう感じになっておりますハピタスの場合は1ポイント1円っていう風になってますんで1万ポイント貯めれば翌月にに円分がねもらえるっていう感じになりますまたね余談なんですけどもマリオットボンベホテルを宿泊する際にポイントサイトを、ね、通して公式サイトを予約する方多いと思うんですけどもこのポイントサイトハピタスはですね最高ポイント結構出していることが多いのでマリオットボンベホテルに、ね、宿泊する方このポイントサイトハピタスっていうのは必ず 必ずねチェックしてからね利用するようにしてくださいまたポイントサイトハピタスの対応についてなんですけどもお問い合わせした後ねある方ならまあわかると思うんですけどもとても真摯にね対応していただけますですのでこちらもね安心してね利用できるっていう感じになりますねまた ANA マイルとか JAL マイルを貯めるリクマイラー目線としてはポイントサイトハピタスっていうのは ドットマネーに交換することができますので最高交換ルートである東急ルートこちらが利用することができまして75%でね AN、A、マイルに交換することができますまたね JAL マイルにも50%で交換することができます次にですねポイントサイト EC ナビですねポイントサイト EC ナビは東証一部上場企業が運営しているポイントサイトっていう風になっておりましてボヤージュグループが運営しているポイントサイトっていう風になっております 2004年よりね運営されていて会員数は600万人という風になっておりますポイント単価はですね10ポイント1円という風になっておりますのでここはね注意が必要です最低交換ポイントは3000ポイントということで300円分という風になっております 月間のポイント交換数は1月100万ポイントまでこちらは10万円までっていう風になっておりますポイントの有効期限は獲得してから1年と3ヶ月後に順次消滅っていう風になっておりますポイントサイト EC ナビは一つのクレジットカード案件があった場合とかに最高ポイントが、ね、出ることが結構あります でですので一つの案件が出た場合ですねこちらのポイントサイト EC ナビ確実に、ね、チェックするようにしてくださいまたねポイントサイト EC ナビはユーザーに、ね、近いポイントサイトっていうのを結構目指しているようで Twitter やられてる方ね是非、ね、EC ナビの公式サイトのアカウント是非フォローしてみてくださいとてもねフランクに話していただけるのもそうなんですけども 最高案件だったりとかおすすめ案件などのツイートもね見ることができますんでこちらねかなり重宝すると思いますまたねポイントサイトっていうのは基本ねメールでお問い合わせっていう感じになるので相手側が見えないっていう感じがあると思うんですけどもこの EC ナビに関してはですね Twitter で公式アカウントがあるということで非常にね近く利用することがねできますのでそういう意味では安心してね利用できるのではないのかなっていうふうに思います。 またね先日案件を利用してですねポイント通帳に記載がされなくてですねお問い合わせさせていただいたんですけどもしっかりね調査していただいて無事ねポイント付与していただきましたので対応についてはですねとても丁寧にね対応していただけますのでこちらね安心して利用できると思います。 またポイントサイト EC ナビにはですね飲食店モニターっていうのがねありますので食事やね居酒屋とかね利用する場合は覆面調査員っていう感じでね利用してポイントバックが受けれるっていう風になっておりますんでモニター案件に関して詳しいやり方は別の動画ね出しておりますのでそちらねご覧いただければなっていうふうに思います概要欄にねリンク貼っておきますのでそちらね確認してみていただけたらなっていうふうに思います実はっていうわけじゃないんですけどもポイントサイトハピタス にもこのモニター案件っていうのはあるんですけどもハピタスのモニター案件で、ね、非常に少ないのでちょっと割愛させていただきましたですのでモニター案件はね基本的にこの EC ナビもしくはこの後紹介するねポイントインカムもしくは親会社であるねファンクルで利用するのをねお勧めしております ま、ね、ANA マイルを貯めるリクマイラー目線としてこのポイントサイト EC ナビなんですけどもポイントサイト EC ナビはドットマネーに交換することができませんので等級ルートを利用することができませんですけども利用条件はあるんですけども経由ででで T ポポイインントトをを交換で4%ののバックっていうのをずっとやってていいうずとやるんですよねこちらを利用すると JQ みずほルートを利用することによって実質ね74%で ANA マイルを 交換することができますのでこちらもね覚えといてください。ジャルマイルに関しては X を経由してそこから D ポイントそこから JAL マイルっていった感じで50%ででね交換すすることができます次にですねポイントサイトポイントインカムですね。 ポイントサイトポイントインカムはファイブゲート株式会社が運営しているポイントサイトっていう風になっておりまして2006年からね運営されております会員数が330万人ポイント単価が10ポイント1円っていう風になっておりまして最低交換ポイントが5000ポイント500円分ですね 月間のポイント交換数は1日1回20万ポイントまで2万円分のポイントまでっていう風になっておりますポイントの有効期限は180日ね利用しないと大会っていうことになりますのでそちらね、執行するっていう感じになっておりますポイントサイト、ポイントインカムは EC ナビと同様に同一案件で最高ポイントがね出ることが多いポイントサイトっていう風になっておりますので一つの案件を見た場合ポイントサイト、ポイントインカムもですね チェックするようにしてください2020年は本当にね EC ナビとポイントインカムね利用する機会はね個人的にかなり多いっていう感じになっておりますまたねポイントインカムにはステータス制度というものがありましてススステーータスに応じてですすねボーナスポイントがもらえます獲得したポイントが1万円を超えるとプラチナステータスっていうふうになってこれがですね一度上がったらこのステータスね下がったりしませんのでずーっとねプラチナステータスが維持することができます。 で、プラチナステータスになるとですねボーナスポイントがプラス7%付与されるという仕組みになっておりますんで仮にね1,000ポイント獲得したら1070ポイントににななるっていう計算になりますよね。またねポイントインカムにもモニター案件ありますのでもしね居酒屋等々をね利用する場合はこちらもね見ていただけたらなっていうふうに 思いますまたポイントサイトポイントインカムもですねお問い合わせとても丁寧にね対応していただけますので安心してね利用することができます。また ANA マイル JAL マイルを貯めるリクマイラー目線としてはですねポイントサイトドットマネーに交換することができます。 ですので ANA マイルの最高ポイント交換ルートである東急ルートを利用することができますので75%で ANA マイルにね交換することができますまた JAL マイルに関してもドットマネーからね50%で交換することができますでですねポイントインカムに関してはですね是非ねアカウントを持っている方は毎日やってほしいことがあるんですよね。それはでですすねログインなんですよ 毎日ログインするだけで定期的にね700円分のポイントがもらえるっていうトロフィー制度っていうのがポイントサイトポイントインカムにあるんですよねポイントサイトポイントインカムにログインしていただいてメニューのところからトロフィーっていうところを押していただきますそうすると「参加する」っていうボタンがありますんでこちらね「参加する」をクリックしていただきますこの「トロフィー制度」っていうものにはですね毎日ログイン以外にも他にもも他 案件あるんですけどもこちらはね案件利用が絡むっていうものになってますんでちょっとここではね割愛させていただきますけども毎日ログインンすすするだけですねスタンプが貯ままりますこれが5つ貯まると「ノーマルトロフィー」っていうものにね変わるんですよね。 このノーマルトロフィーを5つ集めるとですね、サファイアトロフィーというものがね、1つもらえるんですよね。これでまず200円分のポイントがもらえるんですよね。また、このサファイアトロフィーっていうのを2つ集めるとですね、クリスタルトロフィーっていうものにね、変わるんですよね。そうすると500円分のポイントがね、 もらえるっていう感じなんですよねしかもこれがログインしてトロフィー画面を開いてエントリーまあ参加するを押していただいてそれで毎日ログインするだけなんですよねこれねぜひやってみていただきたいと思いますこれね最初やるとですねすんごいめんどくさいんですよね <laughs> すごいめんどくさいんですけどもこれね慣れですですので 私はですね毎日朝起きて携帯を一番最初にね触る時にこのトロフィーまあロログインししてててトロフィー集めるるっていううのは、ね、習慣にするようにしていますすよままあ、これなんでこういうふうにしてるかというと、まあ、習慣にしてるとですね面倒くさいのがね楽になるっていうのもあるんですけどもこれ忘れ忘ちゃうんですすよねログインするの、まあ、そうするとですね非常にもったいないのでできればですねこの時間にやるみたいなのをね決めて利用していただくと結構ね簡単に利用することができましてさらにねこれで700円 のポイントもらえますんでぜひねログインしてトロフィーやってみてくださいまたですねこのトロフィーが集まってくると一緒にね福吹券っていうのがもらえるんですよねこの福吹券に関しては3枚でインカムガラポンっていうね福引き が回せるんですけども、まあ、それでね、まあ大当たりだったとしても500円分のポイントなんですけども、まあ一応ね、もらえることはもらえますんで、まあ、こちらもね、合わせて一緒にやってみていただけたらなっていうふうに思います。このトロフィー制度みたいな感じで、毎日ログインするだけでね、ポイントがもらえる制度っていうのは、私他のポイントサイトで知らないので、ぜひね、こちらは活用してみていただけたらなっていうふうに思います。 いかかがだったでしょうか今回は私がおすすめするポイントサイトまとめ2020年8月版ということでね解説させていただきましたけども私がねチャンネルの中でおすすめしているポイントサイトっていうのはたくさんあるんですけども特に利用ししてていいる、ね、ポイイントサイトサ3つ紹介させたただきましたこれから始める方でね気をつけていただきたいのはポイントサイトっていうのはまあずっと利用していくとポイントサイトってどんどん増えていくんですよね、まあ、それははしょううがないことだとだ思うんでですすけども最初の方はですね。 利用するポイントサイトある程度絞ってね利用されることをお勧めしますというのもポイントサイトには基本的に最低交換ポイント数っていうのがありましてある程度ポポイインントトがが集まらなないいと交換でできんすよねしかもそのまでにポイント執行とかがね迎えてしまうとポイントなくなってしまいますんでできるだけ狭い範囲でポイント活動された方が一つのポイントサイトにねポイントが集まるっていうこともあってポイント管理もしやすいですので ぜひねポイントだだけはねねささせないいように注意してください、ね、ポイントサイトのポイントっていうのはポイント交換先にポイントが交換できてね初めて価値を生むっていう感じになりますんで執行させるのだけはですね本当にもったいないっていう風になりますんでこの点はね覚えとくようにしていただけたらなっていうふうに思います今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思いますこの動画が役に立った方いいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです私のチャンネルで,ですねこういった マイル、ジャルマイルお得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテルの方なんかね発信させていただいておりますので、ね、もしねチャンネル登録してない方はねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。